ニコニコ七尾です自民党総裁選終盤戦ユーザーが候補者の方にもっと聞きたいことあるいは候補者の方が今一度言いたいことなどを語っていただく30分のインタビューでございます、えー、本日はこの方をお呼びしております上川陽子候補です上川です,よろ,いいすよろしくお願いしますいやあの。 大臣に就任されてからすぐお呼びしたかったんですけども、もう早速いろいろ回られていて、もうちょっとそれをですね、あのタイミングを失ってしまいまして本日は本当嬉しいです。ありがとうございます。一年です。そうですよね。ちょうど一年ですよ、ねはい。そうなんです。一年なんです。九月で。はい、はい。あのいかがですか。その昨年だからちょうど一年なんですけど、はい、どのくらいの国とか。そうですね。 あの私は、えーとですね、43の国機関か回、はい、りまして、えー、月だと3か国ぐらいですね。月平均ですけれどもそれで大体あの大きな国際会議の主催、はいえー、G7 の議長国でしたので、うん、それも主催。うん、そうだ さらに、えー、バイ,カイダーは150階以上からマル,<階>マルチの会談のあれも、ね、OECD も含めますと例えば、うん、アセアンの国と約、はい、50周年の記念の年でしたので、はい、まあ非常にあの密度国やりましたし、はい、あの太平洋の島し国の皆さんとは個別に訪問しつつ、はい、閣僚会議で、えー、今年に、えー、首脳会議があったんですけれども、はいうん、その前の 準備会合ということでこちらはですねあのこれも行きました<ー>で最近はですね、はい、ティカ a d というフあのアフリカの国々ですねこれはですね全部で33か国とバイ会談やりましたいうのは要2人でとですでで国,国間ししだからもうずっと動いてる感じだし夜はですね時差がありますけどあの電話会談というのはかなりやりました、はいはい なるほどね。はい。時差ないんですよ。そうすると時差がないとなると、もうなんだ飛行機とか乗っていてこう目覚ますときに、はい。なんかこうどこにいるかわからないってことはないですか、はい。だんだんそうなってくるんですよね。あいや実はすごいはい。私もあのぜひお聞きしたいです。<laughs> 実はですね、はい、あのカナダに行ったことあるんですね。はい、そして夜あの雪だったんですよ。それでなかなかあの離陸がしないということで一回寝たんですね。うんはい、で着いたと思って試作したんですよ。なるほど。そしたら実は出発してなかったという。<laughs> 周りがですね皆さんなんかゆったりしてるんだけど私だけわだわだしましてそういうことがありました。それどれぐらい こううとうとされたんですかね時間にしたら私としてはですねまあ三時間ぐらいだったんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、本当にたったの30分ぐらいあいやもっと一時間ぐらいだったかなえそんな状態でしたそういうことはあの我々でもあってもう電車がやっぱ寝ちゃうわけですよです、ね、通勤時間でとふっと目を覚ました時に自分はどっちに要するに会社に向かっているのか家に帰っているのかわかんなくなる <laughs> だから大臣それぐらいもあの外国訪問されたりしてると、はい、ちょっと混乱しませんかまあ体が時差にですねどういうふうに合わせるかっていうのは結構まあ何、まあ、て言うんですかね、はい、合わせることが自分の中でだんだんできるようになるんですけ、ね、それはなんかマニュアルっていうかないんですよ誰も教えてくれないんですよ。<laughs> あとジェットラグとかよくあったり、えー、なんか体調がその悪くなったりってことも、それはないんですね。す基本的には睡眠は非常に早く深く取れます。それはいいですね、えーし。しっかりと食事もできます。で、我々から見てると、まあもう実はですね、上川さんの僕が聞いた実はね、ちょっと名前は言えない、はい、言えないんですけど、はい、これ打ち合わせにもなくて今言うんですけど。 あ,のある政府高官から、はい、次の総理、はい、いやもうこれ言うと分かっちゃうんで次の総理誰がいいかって聞かれたことがあってたまたまですよ。はい、だから僕は「うんうん」って言ったんですけど「うんうんうん」とか言ったんですけど、はい、その政府高官は上川さんとおっしゃったんですよ。そ、はい、それが、はい、その 上川さんって麻生さんがいろいろこう、はい、上川さんそ、ね、にそこからこうわーってきたじゃないですか。はいはい、もうそれのね遥か前です。え、そうなんですか。それで僕はその時あの上川さんのこともちろんあのまあでもこれそういうと時期が分かっちゃうから言えないですけど、はい、もちろん承知してましたけど。はい。 やっぱりほら総理になる方ってそれまでなんか新聞とか周りでこういろいろ名前が上がったりするじゃないですかでもその時はかなり前なので、えー、上坂さんのお名前というのはなかなかこう新聞報道でもこう出たりしなかった時期なので、はいはい、いやでも今から考えるとその人すごいなと思って、えー、教えてください。<laughs> <後で笑>いいいやや本当にそれででなぜかっって私聞たたんですね、はい、お伺いしたらやっぱりあの 初心の時も言われましたけど具体的に言いませんが、はい、やっぱり重い決断をされた。はいはい、でそういう人いないよって言ってましたね。うんうん、あのそういう方はもう男女関係なくだけど、はい、そんな道徳のあるもう本当にちゃんとしっかり判断される人はいないとで実務能力もあるってことをすごいおっしゃった、ね。あ,あそうですかなんか本当にだから見てる方は見てるっていうことですね。はい、あ、嬉しいです。いや本当なので今回はすごくあの嬉しかったです。ありがとうございます。 で、早速あの質問いくつかさせていただきたいと思うんですが、今ですね。まあ、あの人手不足とか。まあ将来少子化ですね。高齢化進む中で、やはり今後外国人労働者はまあ重要になってくるでしょうかね。やはり、それとその習慣や考え方の違いから、やっぱり日本人の。 みんなはですね、そのトラブルとか治安、うん、かってことを懸念する声も耳にします。うん、実際あちこちで起こったりもしてます。うんうん、まあこれ現行のこれやっぱりすごいのはあの上川候補はあの法務大臣と外務大臣兼任されてるので、はいはい、お聞きしますけど、現行の法制度で問題はないんでしょうか。はい、その上川候補のお考えちょっとお伺いしたいんですけど。そうですね。あの私が法務大臣を務めているときにやっぱりいろんな業種でですね。 あの働きが足りないといととうことで技能実習制度という制度がありまして特に東南アジアの国々からまあベトナムなども今すごいあの来ていただいてるんですけれどもあの制度として皆さん日本に来られてそしてあのさらにそれを発展させていくということについてはまあ,あのしっかりとルールを決めて受け入れるということにいたしました。今あのその時にですね私が それと並んで実際にやらなきゃいけないということで、えーまあ、大きな枠組みとして、えー、多文化共生多文化共生というとあれですけど、まあ、あの地域社会の中で、はい、あの働き手であると同時に、まあ、あの生活をするわけですね、はい、ですから地域社会の中でしっかりと、まあ、あの日本のルールに従ってしっかりとあの暮らしていただきたいと。 この部分についての対応をですね、はい、制度としてしっかり作らなきゃいけないんじゃないか、ね、ということですね,ううですね例えばごみ出しのルールもですねかなかなかあの各国いろいろあの違いがありましてま,、ね、まあそれもう大臣よくお別れだと思うけど、ね、そうですだからに、はい、日本のルールに従って生活をしていただくということを基本にすると例えば日本に来る前にオリエンテーションをしてあ,あの生活はこういうふうになっているんですよ、はい、ということをご理解いただく、うん、あるいは日本語もまああの 勉強していただくとこういうことをきちっとやっていただいてまあ受け入れるとで来られてからですねやっぱり働きととな,なるとですね受け入れの企業があります企業の皆さんもそういう方たちを受け入れるわけでありますのでやっぱり条件をしっかりとあの契約をするわけですけどまあ,あのそういう中でいろいろあの逃げられたりですねあのその会社からまああのそういうことが結構多かったんですね。 それでそういうところのやっぱりルールはもうちょっとしっかりしないとやはり不法滞在になってしまうということになるもんですからその制度も作ると。だからそうした制度と同時にこの受け入れるということで多文化共生をするいろんな国々の人たちが地域社会の中で一緒に暮らしちゃう時のまあ まあともに暮らし合うと、はい、このところについては、えー、きめ細かな、うん、あまあオリエンテーションも含めて対応していくとこのことを両方やらないといけないなとということで,で、ね、専門会議を開いていただいて、はい、提言をまとめていただいて、うん、そしてそれをしっかりと実施していくとこういうあの中で今動いています。それはもうあのもう実施されてるんですか。そうすこれからってことですか。いやいやもうあの実施されております。もすね、私もあの。 例えばあのベトナムとかいろんなところへ訪問させていただいて、はい、まあ日本語教育の現場とかですねうん、うん、既にもう日本で学ばれた方が先生になってそしてその方がご自分の体験も含めて、ねえー、新しく日本に行くという現地でね教えてらっしゃると日本はこういうところだよとそうそうそうそれが非常にいいですね。<ー>この間そういうい日本語学校ししましたあの一つ懸念は 今円安ですから、はい、ベトナムなんてやっぱり経済すごくもうあの上昇でですね、はい、逆にこれ台湾でもそうなんですけどあの現日本で働くよりまだほの方がの私も外務大臣になっていろんな国々に行くんですけど、うん、やっぱりですね思いがけないところにたくさん例えばトルコの方たちがヨーロッパに はい、で働いいいてらっっしゃったりあるいはです、ね、あのアジアの方々がアフリカで働いていらっしゃったり、うん、中近東で働いていらっしゃったり、はい、だから、まあ、あの今の時代はです、ねうん、自由にあの国境を越えて移動する時代ですのでやっぱり魅力のある、はい、あるいは賃金が、ね、あの高いところに選ばれちゃうんですねそうすると選ばれない国になってしまうという問題も実はあ,るんですんありますよね。はいいや あの私はあまり海外行く機会ないんですけどやっぱり同僚が仲間が行くとねそういう話をよく聞くんですよそうなんですだから今私が非常にもうここにですねうもう印象深い言葉があるんですね。はい、これはですねあのアフリカの実はナイジェリアという国なんです、はい、アフリカは今人口爆発のように伸びてるんです平均年齢がですね19歳なんですよ。うん <え>日本はちなみに49歳です。ということはお,お子さんがたくさんいるってことですか、ね。いやもう若い人代まあ溢れてるって感じですね。えー、本当に生き生きしてるますよ。楽しそうですね。でその中で生き生き活躍している日本人の、はい、あの若い女性、はい、本当にお会いしたんですね。うん、はい。そしたらですねあのまあ、えー、初めはですね企業から、えー、まあ転勤という形で来たんですがそのうちにですね自分で仕事を始めるようになったんですね。はい。そこで。はい、そうしたらですね。 面白いのでどんどん発展させようと思ってですね今のこの段階で来て帰ってきてくださいと言われても私は絶対帰りませんって言うんですよ日本におそらくまあいずれ帰りたいなと思う時が来るかもしれないけどその時にはですね魅力ある国にしてくださいねって言われちゃいました言われちゃいましたグッとグサッときましたねその方は現地でどういうお仕事されてるんですかその方はですねまああの ナイジェリアはですね、スタートアップの国なんですよ。はい、若い人がもうどんどん、まあ、そうしあの施設にも行きました。<ー>いろんなジャンルのお仕事をもう、どんどん開発してるんです。はい、それに対して、ファンドレイズ、まあ、ファイナンスする。<あ>応援をするという仕事をしていますなんか日本人って割と、そういうお仕事得意みたいな。女性の皆さん、百五十社ぐらい、五年ぐらいでやられたそうです。 面白いって言うんですよ。いや、なんか得意そうだな、いいな、<laughs> 羨ましいな。私ももし若ければですね。<laughs> はい。いやいやい,いや。言ってたかもしれませんよ。いやでもそれぐらいですよ、ね。いや本当に面白いということなので、やっぱり日本のあの国今ね、内部流表がろ六百兆あるんですね。六百兆ですよ。十二<ロ>年で二倍っすよ。で六百兆がですね、一つはやっぱり投資に向けなきゃいけないですね。いや本当に投資じゃない,い。でも日本の国内で投資がなかなか見つからない。 ま海外では、どんどんやってる。はいはい、じゃあ、日本でどういう投資をしていくのか、これ成長戦略の、これ柱にして。でもう一つ。人材投資、はい。人材投資ですね。やっぱりリスクリングしたりしながらというのはありますが。やっぱり自分の好きなことをしっかりと。あの、創業する、起業するという、まあ今制度があるんですが。まあ、こういう動きをですね。後押しするような。この投資も、私は。ちょっと日本は遅れてるんじゃないかなと思うぐらい。 あの、全国はです、全世界はですね、進んでます。いや、その視点はすごく大事ですね、はい。どうやって進めていきますか、大事なりのはやっぱり世界各国見てきた、はい。あるいはその法制度のご専門でもあるっていうことでいうと。ちょっと他の候補者とは違うような視点がありそうなんです、はいはい。そうですね。あの、投資についてはですね、はい、私は、あの、令和の産業ビジョン。 というのをですねなるべく早くあの打ち出して長期的な戦略の中で何をあのターゲットにしながら集中して戦略的に進めるのかっていうのをある程度決めていく必要があると思うんですねど、はい、まあ今は AI とか宇宙とかですね、はい、あるいはまあサイバーの問題もありますしいろんなあの気候変動に関わる課題というのもすごくこれからの大きな分野なんですね。 海というのもフロンティアという形で、ここはですねまだ手がついてない日本の今それを一生懸命これをですね水と海洋の 大国という形で、今打ち出しています。あ,あの、確かに、海の情報って。ちょっと十何年前なんて、今もっと精度上がってると思いますけど、面積というと、海七割だと思うんですけど、ほとんど分かってない、ね。そうなんですよ。この海洋のフロンティアを考えるということで、私。政治家として、ずーっと、あの、あの、やってきたんですよ。面白いんです。 だって生物なんかもね深海生物なんかもエイリアンみたいあのですね DNA というのがありまして、はい、あの生物の DNA を海洋の DNA、うんはい、ちょっとバケツいっぱいのこの水からですね、うん、海洋の水から海の水から、はい、ここで今日イルカが通った、はい、あかるこういうとこが分かるんですって、うん、あそもう本当にもう考えただけでですねもう本当にワクワクします。 海洋の可能性は温暖化の問題にも吸収源という形でもありますし今のように微生物も含めて本当にまだまだ未知の分野ですのでこういったところを海洋国家日本えそれはいいと思いますけどいいですか他の候補者の方も言わあのおっしゃってないしあの割とニコニコなんかでも、はい、結構そのんだ深海の調査とかの番組やってるんですけど。はいはい 若い人もすごい興味ありますよ。です,ですからあのジャムステックというねあそうなんですよジャムステックとやってるんそうですうちやらあそうなんですかジャムステックはですね深海をこうやって掘り下げる機材を作ってるんですよそうです,そ,うですそしてこれからですねあの私がずっといあの進めてきた北極ここもですねフロンティアなんですよ、えー、一番地球で脆弱なところなんですよ。 ですからここにいる生物とかあるいは今あれでしょう氷がどんどん溶けるんですよ、はい、私行ったんですよ北<ー>にツバールバル諸島というところーニーオルスンという基地です<ぁ>日本人の政治家としては初めて行きましたえそれ何年前ぐらいですかえっとですねえよ日本の政治家として初めて行きました 日本のじゃ、あの、これこそ、局地研究所っていうところが、基地を開発、はいはい、開設して。ちょうどその時、25周年。それで、訪問しました。式典で。式典で、典で出ました。はあ、面白い。いや、それはい,いい話ですね。え、それ、知らなかったですよ。え、そうですか。いや、そこはですね、国際。 ある意味では拠点都市になってるんですね。ですから各国のラボがいっぱいのあるんですよ。いいで,すね、でも日本は一番初めの頃出したんですね。そうなんですか。はい。だから地球がまた北極がどんな風に、はい、あるいはあの海氷河がどのくらい溶けてるのかっていうのをですね、これを一番正確にそして長い期間分析しているのは日本で、そのデータが使われてるんですよ。はあ。 え大臣からその海洋のこととか北極のことをお聞きするとは思いませんでしたけどいやこれ海洋はとてもいいと思いますね。そうで,すねでもその海洋がやっぱりいろんな形で今そのえまあ法の支配に基づく海洋ですよね日本はえ自由で開かれたインド太平洋ということでこれを打ち出していってまあ太平洋とインドのこちら側とこちらがありますすよね、うんはい、そうるるとアフリカまででつながるんですよね。 でアフリカからずっと希望を取ると、はい、まあ地球一周するわけですよパナマ運河も私行ってきましたけどね海洋はつながってるんですよ、うん、で日本は海洋国家ですからここで得た知見とかあるいは海洋国家との結びつきを深めてやっぱりいい関係を作りながらこのフロンティアを探る,、はいはい、るあるいは海洋の航行の,の自由なども含めて力を合わせてこうしたあの国際的な ルールというのをしっかり作って対応していくっていうのが大事です。あのありがとうございます。これちょうどやっぱり大臣の特分野が合致するような、はい、つまりその日本時代の法の支配の問題もあるけれども、やっぱり世界全体の法の支配支配を、うん、いや上川さんはむしろそう,そういうその法の支配を世界にグローバル的なものでも展開するピッタリの方じゃないですか。すいやそれをですね。 打ち出したんです、はい、法の支配司法外交ということでそれでですね海洋もですねやっぱり海洋秩序の,あの部分をですねこう侵害する行為がある場合にはですねやっぱりきちんと裁判でね,、うん、ねちゃんとあの、ねうん、しっかりと調整,調整しなきゃいけないんですねでもその裁判自体がなんか今ちょっとまたそれも弱くなってきて、うん、ちょっと不安は不安なんで、うん、ちょっとそこはよろしく。 大臣もうね、はい、あっという間に十分切っちゃいましたよ。なんかすごい、いや、それね、早いですね。あの例えばそれで言うとね、はいはい、あの海洋を含めた法の試合で言うと、例えばちょっと我々心配なのが、はい、ちょっと最近の中国の動きがあって、例えばその中国軍の情報収集機が日本領空を二分間 あの審判したということが初めて確認されたということがあったしあともう1個はその中国海軍の空母が日本の接続水域を初めて航行したというのが今ここ数日続いてるわけなんですね。これ外務省としてはまあ外務省としてはという言い方あれですけどどう分析してどう抗議されるちゃんと抗議していただいてるんですかもちろんししていますすそうですか、はい、これはです、ね、この今おっしゃっゃた中国軍所属の航空機 はい、領空審判ですね。うんうん、でこれについてはこれはですねワンクの主権侵害ですから、うん、これについては安全を脅かすものということでこれはで、ね、全く受け入れることができないんです。うんはい、そこでこれはね外部事務次官からしっかりと抗議をいたしました。うんうん、外部事務次官はい。はい、ちょっとこのあのレベルがあるんですね。はいはい、ですからいろんなチャンネルで。 しっかりと抗議をすするとということが大事ですうん、うん、抗議をし続けるということが大事です、うん、そして安全性、うん、これについてもです、ねあのえー、担保しなければいけませんので、うん、再発防止これも徹底していただくように抗議をしていますす、ね、あとやっぱり不測の事態があってそうですなんかお互いこう誤解でこうドンちゃんドンパチやられると本当たまらないのでそれとあと大事に今回。 まあ総裁選ではあるんだけど、はい、まあさすがにやっぱり上川さんだなって思われるのは、まあこれ異例のことなんですけど、あの選挙期間中ではありますけど、あの国連行かれますよね。はい、行くことにいたしました。いやいや、それはもう本当にありがたいことなんですけど、はいはい、まあ外国に空白は作れないということで。そうです。でその中で、まあメインとはちょっと外れメインとは外れって言い方はごめんなさい、違いますね。二つ大きく報道されていることであって。 ちょっと後者のお聞きしたいんです。G4 の会合ありますね。はいはい、で、この G4 っていうのは、えっ、ー、とこれドイツブラジルインド日本ですかね。ねここでは何が要するに若くてですね、ユーザーは若い方が多いのでちょっとわからないのでちょっと簡単に説明してます。そうですね。あのえっ、ー、と国連の組織についてはですね、今本当にあの。 まあ揺れてるんですねん。でこれはですねあの今までの枠組みに対しまして例えばグローバルサウスの国々が、はいはい、その中でまあいろんな形で意見を主張されてまあ地球温暖化にかかるあの気候変動の問題などもまあある意味で対立している状況です、うん。うん、でそこで国連がある意味では多国間のあのこう枠組みなんですけれども、はい。 なかなか調整しきれない。特に安全保障理事会がですね。まあ今般の。ロシアのウクライナ侵略。このロシアですね。安全保障理事会の。常任理事国で。しかも拒否権を持ってるんです。でこれだとですね。止めることができない。拒否権があって反対すると。要するに可決っていうのかな。そうです。前回一致でしたっけ。え、あの拒否権発動すると。あ、そっか。それは。 <あ>のできないんですね,でんですね成立しないんでですすから今回も典型的な例がそういうことになりまして、うんあまね、だから安保理の機能がもう発揮できていない,、うん、ないということだしそれに代わるということで総会の機能、はい、こちらはまあ,あ,のある意味で多数決ですので。 まあほとんどがですね国連の意思決定っていうのはコンセンサス方式といってできるだけ多くの皆さんが参加をしていくっていうことをまあ胸とするというルールになってるんですけれどもまああの特に安保理の決議は拒否権発動で一か国反対するだけでしかもロシアが今回ウクライナ侵略のある意味では安保理の 常任理事国ですから。ポイントになっちゃって、こうなるとですね、やっぱり機能しないことをどうするかっていうことも含めて安保理改革。はい。その際、日本は実は非常任理事非常任理事国。そうなんです。こちらの方はなんと一番各国最多のですね、十二回なんですよ。<はい S 1> うん。 それだけ信頼を集めてるっていう意です。ずっと連続して非常任理事国で参加はできてるけどもまだ<や>非だということですか。連続してないんですね。連続ができないんですけれども、うん、それで十二回もすでに連続できないんですか。ええ、まあできないというか、まあ、ほとんどしませんいろんな国々が手を挙げますので、はい、でも十二回というのはもう本当に一番多いんですよ。うん、それだけ信頼されているということで。はい まあ80年戦後ね約立ちましたけれども平和国家ということでの定着は本当に信頼につながってます確かにでまた期待されてるんです確かにだから非常任理事国ではない常任理事国の枠を増やすで非常任理事国も枠を増やし、うんなまあ、グローバルサウスの国にも入っていただくそれで今ブラジルとドイツと日本とインド この4か国でこの調整を行いながら何としても特に中心は安保理改革ですけれどもこれをやっていこうとこういう議論を今本当に詰詰詰めめめてててる状況ですあのその G4 会合も相当前からやってますよね。<laughs> そうですすそうで,すで今回岸田政権になる時もやはり G4 要するにあの国連の改革はやっぱり大きなテーマで。そうです 田さんも僕が覚えてるのはやっぱり何としても常任理事国入りっていうことだったんですけど、はいすはい、今どれぐらいですか例えば達成が100とすると今どれぐらいまで来てるんですか <laughs> <laughs> まあ言いにくいですね。いやこれはですねあのだいぶですねこの4カ国の中でもははある意味では対立してるんですねしかしそれをもう本当に練り込むように今作り上げている状況でまあ かなりのところままで来ましたしかしそこから今度は全加盟国に展開するということも含めて大変だということになりますとまだまだ道は遠いものの4か国である一つの枠組みを問題提起できるかどうかという瀬戸際です。ななるるほど、はい、そうするとやっっぱり上川さんになって まあ外務省の方も頑張って着実に進んでいることはこれは確かだということは言えるということですね,、はい、そうですね私が昨年に国連のあの総会に全く同じ時期に行きました時にも G4 の会合をいたしましたその時と比べるとこの一年間の間にまとめていこう合意形成をしていこうという四カ国の前向きな意思というのはやっぱり大事ででそれに向かって それぞれが努力をするということをこの一年やってきた。ああその部分の成果は私は上がってくると思います。ああいやありがとうございます。いろいろいやなんか上川さんめちゃくちゃ面白いんですけど <laughs> お話しさせていただいて <laughs> あのごめんなさいちょっとおばあちゃんも大丈夫です。あのワークライフワークライフバランス具体的に進めていかれるってことをおっしゃってましたけどまあ確かにおっしゃるように。 まあワークラライフバランスって言葉ができてから結構経ちましたよね、はい、で上川広補はどういった形でそのこの間のほらニコニコの討論会で最後ほら特権があれば特権がもし総理大臣特権があれば何を進めていきたいですかっていう質問に対してワークライフバランスの行動指針をこう全力でこう。 適用して再生したいということをおっしゃいました。そうですね。アトキ市のあの最大の今課題、は2040年危機なんですね。はいはい。2040年になるとですね、そのそれは2040年なんなのかというと、はい、段階ジュニアの世代です。そうです、ね、ジュニアの世代が、えー、65歳の高齢期に入るんですよ。うんうん、うん、これが人口減少のもうどまあ本当に 激しく進み、さら、ね、に労働力人口が下がり、さら、ね、にですね、経済もですね、うん、少し縮小していくのではないかという予測が、さらに社会保障制度が行き詰まるのではないかと、うね、こういうあの非常に介年金改革も含めまして、堅、はい、たる世界に堅たるこの社会保障制度そのものもすごく不安になるという状況です。はいはい、で、そういう時にですね、やっぱり若い者の世代 そしてどんどん働いていただきつつもやっぱり希望があれば結婚して子供を産んでそして両立することができるようにということで作ったのがワーク働くこと、はいはい、そしてライフ、うん、これの調和なんですね。はい、まあこれの中で私は特に思うんですが、うん、あの男性のですね、うん、育児休業取得率100%にしたいです。あなるほどね。はい。今何パーセントぐらいなんだろう。 まあまだかなり低いんだから低いんですよ。それにですね、取る期間も少ないんですね。まああとやっぱりまあドアノウなんかはかなり開かれてると思いますけど、やはりその企業によってはなかなか難しかったりもしますよね。あとね奨学金をですね完全にこの利用していただきたい。あ100そい、そう百パーセント。今まだねあまり制度知られてなくてですね、五十パーセントぐらいしか利用されてないんですよ。奨学金？そうです。はははは ですからこのこういう制度をね皆さんによく情報をにアクセスしていただけるようにわかりやすくあのアクセスしていただいてぜひ利用していただいてなるほどそしてあの将来のキャリアにあるいは自分のやりたいことにつなげていただきたいと思ってますあとちょっと話外れますけどあのアメリカ大使館と結構いろいろお仕事していた時期があって、はいはい、あの。 日本人の若い人がその時に海外にあんまり行かない。そうですね。それ今どうなんですか。やっぱりそういう問題ってまだ続いてま。あのですね。なかなかあの例えば留学というちょっと物差しで見るとですね。私が行ったハーバード大学、はい、当時はですね。日本人日本語の学習、はい、こういうことについてはあの日本人はまず一番トップでした。はい、あ、そうでしたか。で日本語の学習という意味ではこれはあの。 アメリカ人も含めて、学ぶという言語ですね。うん、これトップでした。<ー>今、かなり下がってます。日本人の留学生ももう本当に少ない。少ないです。ゼロかもしれないぐらいの時もありました。うん、なるほど。だから、すごく内向きになってます。そう,すね、そういう中で女性は。 ねね、海外青年協力隊とかアフリカの中にどんどん出ていくなるほど。でも帰ってきてもらえなくなっちゃってるし、です、まあ、かあだから魅力ある日本にしないといけないってこいうイそうですああ分かりましたもうお時間となりましたあ,ありがとうございますいずれにしてもですね法務大臣外務大臣今日のお話聞いてもやはりその実績と経験がうまく合致してですねそういった経験が総理の座になっても十分生かされる、はい、っていうことで よろしいですよね。はい。はい。わかりました。じゃあ最後にですね、もうあの選挙中盤戦となりましたが、代表選を追い込みにかけて一言、党員の皆様、ユーザーの皆様お願いします。え、私はですね、誰一人取り残さない社会、誰一人取り残さない、こういうあの大きな目標を掲げて、日本の新しい景色を一緒に作っていきたい。誰一人あ、あの見たことのない まあ、新しい景色として日本初の女性総理皆さんにぜひ誕生させていただいてそして一緒に誰一人取り残さない新しい景色をつくっていきたい日本をもっと魅力的にしていきたいと思っていまます是非皆さんご一緒ししししょうよろしくお願いいたします。